STS-133 は2011年2月に打ち上げられたスペースシャトルディスカバリーによる国際宇宙ステーション利用補給ミッションである。本飛行がディスカバリーの最後の飛行となった。当初はスペースシャトル自体の最終飛行となる予定だったが STS-134 が繰り下がり STS-135 が追加されたため最後から3番目となった。 ミッションの主な内容は、高級型多目的モジュールとエクスプレス補給キャリア4の ISS への運搬と設置、そしてロボノート2の運搬と余圧モジュール内への設置である。PMM は、スペースシャトルで ISS に物資を運ぶ際に、用いていた多目的補給モジュール、レオナルドを改造し、高級的に ISS に接続できるようにしたもので、あり、倉庫として使用される。 ロボノートには、この PMM 内に搭載されて運ばれた。本ミッションでは、計2回の船外活動が行われた。括弧内の数字は、今回を含めた、フライト経験数。当初、打ち上げは2010年11月1日に予定されて、いたが、機動制御エンジンからのヘリウムガス漏れのため2日間、延期された。11月3日の準備中には、 メインエンジンの制御装置に異常が発生しさらに翌日へ延期され翌11月4日の打ち上げは天候不良のため打ち上げを断念した翌日11月5日は打ち上げに備えた燃料充填中に外部燃料タンクに接続された水素ガス排出装置から水素漏れが生じたため打ち上げは中止されたさらに燃料の抜き取り中に 外部燃料タンクの断熱材に亀裂が発見されたため、打ち上げは亀裂の原因が判明するまで延期することになった。射点で亀裂部分の断熱材を除去して検査したところ、液体水素タンクと液体酸素タンクの間をつなぐタンク間構造の補強用の金属材にひびが見つかったため、より広範囲な検査を行った結果、多数のひびが発見され、 大規模な修理が必要と判明した。12月21日にシャトルは車点から組み立て棟に戻され詳細な X 線検査と修理が開始された。その後の調査でタンクに使用されていた補強用金属材のロットが製造不良により強度が正常品の65%しかないことが判明した。そのため補強用金属板を 問題の部分に追加し強度を上げることを決定し1月27日に修理完了2月1日にシャトルは射点に戻り打ち上げ準備が再開された。打ち上げ直前ケネリ宇宙センターの射点安全管理コンピュータに不具合が発生したため打ち上げが3分遅れたが飛行に支障はなかった。ミッション中 ISS にはスペースシャトル、ソユーズ、プログレス、ATV、 HTV が同時に結合している状態になった。これは ISS に各国の宇宙船、補給船が集合した最初で最後の機械であった。ソユーズと M 宇宙船を一時的に切り離し、ISS 全体像を記念撮影する案も検討されたが、使用するソユーズ宇宙船が改良型の初号機ということから、ISS 近傍を飛行する。 安全性に疑問があったためこの案は却下された。エヴァ中に宇宙飛行士がエヴァカメラで全体撮影を行ったほか、機関のために分離したシャトルからの ISS の撮影は行われた。ありがとうございます。